昨夜沼津市で自転車の男性が車にはねられ重傷を負いました車はそのまま逃走し警察が逃げた車の行方を追っています昨日午後9時半ごろ沼津市大岡で自転車に乗っていた57歳の男性会社員が車にはねられました男性は左の鎖骨を折る重傷を負い病院に搬送されています 車はそのまま逃走したため警察はひき逃げ事件として逃げた車の行方を追っています現場は沼津駅の北東にある住宅街の T 字路交差点近くです